どうも、ドズルーです。はい、今日はですね、ドズ2の方の資源狩り、タウンホール8におけるダークエリクサーの稼ぎ方、こちらを紹介していきたいと思います。昨日私ちょうどね、カムコードで、ドズ2とドズルで、資源狩りを配信していたんですけれども、生配信でね、はい、放送していたんですけれども、その時にずっとドラゴンラッシュを使ってたんですよね。で、ドラゴンラッシュ使っていて、ドラゴンラッシュのいいところっていうのは、エリクサーの消費は半端ないです。やっぱエリクサーかなり使っちゃうんですけれども、しっかりね、100% で、こう、ダークエリクサーガンガン稼げるっていうのが、非常にドラゴンラッシュのいいところだと思います。タウンホール8の終盤、もう私そうなんですけれども、エリクサーを使って、施設を上げるものがなくなってしまうんですよね。壁もゴールドだし、施設もゴールドだし、エリクサーの使い道がなくなってしまうので、そういった方はね、ドラゴンラッシュ非常におすすめではあるんですけれども、なんせね、エリクサーが枯渇しちゃうということで、今日はドラゴンラッシュとは別に、ジャイヒーの紹介をしていきたいと思います。で、昨日放送中にね、ジャイヒーを初めてタウンホール8でやってみたんですけれども、意外にね、いいです。かなり強いベース相手でも、タウンホール8同格だったら、100% を狙える戦術になってくるのかなというのが手応えでございます。今日もちょっとね、何回か試してみたんですけれども、そこそこ、そこそこの戦果、しっかりダークエリクサー取れるかなといった感じなので、ぜひね、皆さん紹介したいなと思って、今回動画にしました。で、今日のこの後8時から、20時から、カムコードで生放送します。で、今日は昨日クラクラやったんで、今日はベイングローリー、っていうゲームをやっていこうかなと思うので、ベイングローリーもしやってるとか興味ある方は、ぜひカムコードにて、ご視聴よろしくお願いいたします。ということで、早速ですね、見ていきましょうかね。どれを見ようかな。ちょい、一番近いリプレイ見ましょうかね。このベース、なんか久々にね、外出しベースを見つけたんですけれども、今回はね、一応資源狩りの紹介ということなんで、このジャイヒーのポイントを、伝授っていうか、お話ししていこうかなと思います。ジャイアント出してね、適当にやってるように見えるんですけれども、まずね、一番大事なのはヒーラーの2体しか連れてないんですけれども、この2体がいかに生き残るか、そしてヒーラーがレイジ状態、レイジにかかっている状態で、ジャイアントをいかにこう回復させ続けれるかっていうのがポイントになってます。なんで序盤に今レイジを使った理由としては、対空砲の処理、対空砲からヒーラーが攻撃を受けないっていうのがポイントになってくるのかなと思いますね。さあ、ここでギリギリね、レベルマックスの対空砲から攻撃を受けてヒーラー、2体中1体やられてしまうんですけれども、2本処理する段階でヒーラーが1体残っていればまあまあ上出来かなという感じですかね。このリプレイ確か 99% で、1つだけ施設残って終わっちゃうんですけれども、結構ね、レベルマックスのジャイアントを援軍でもらうと、かなりね、ジャイアントだけでもすごい伸び、後半すごい伸びですよね。後半までグイグイっとジャイアントがね、攻撃してくれるので、かなりいいですね。ウィザード少なめで、ジャイアント多めで、このように、もうジャイアント最後まで生き残らせる感じで、資源狩りしていくっていうのがいいのかなと。やっぱりアップデートで3分30秒になってからね、こういった、なんていうのかな。最後の処理部隊を残していなくても、もうジャイアントとかバーバリアンキングでね、ゴリ押しっていうんですか、ゴリ押しでいける場面が増えたので、で、やっぱりこの戦術のポイントっていうのは先ほども言ったように、レイジの使いどころとヒーラーをいかに、最後まで生き残らせるかっていうのが、重要になってくると思います。はい、このベースはもう対空砲がね、弱くて、結構カモベースだったので、グイグイ行ったんですけれども、真ん中にクイックで穴を開けて、で、序盤は壁開け。で、ここからジャイアント投入していくんですけれども、最初の対空砲を処理するまで、ここがポイントなんですよね。なんで、序盤にもうレイジとか使っていいんで、ヒーラーがやられないうちに、相手の対空砲をまず処理していくっていうのがポイントになってくると思います。今回、あえて、もうヒーラーを早めに出して、レイジ使ってね、一気に、対空砲1本降りに行きました。この段階でヒーラーが1体生き残っていれば、大抵ね、ジャイアントをかなり回復して、終盤まで生き残ってくれると思うので、中盤以降まで、ジャイアントの体力をマックスに保つっていうのが非常に重要になってくるんじゃないかなと思います。あんまりこう、なんていうのかな、美しいリプレイではないんですけれども、
こういったゴリ押し戦法っていうのもね、あの時間があんまり気にしなくてよくなったんで、ありなんじゃないかなという気がしますね。そもそもジャイズっていう戦術がね、あのファンホール8での資源狩りで結構使われていたと思うんですけれども、ジャイズプラスちょっとヒーラーを、混ぜてみた、2体だけ混ぜてみたって感じですかね。回転率もそこそこでね、溜め込んでるベースからもがっつり取れる戦術としてはなかなか優秀なんじゃないかなというのが、まあ、使ってみての感想なので、ぜひ皆さん使ってみていただきたいなと思います。ちょっと今から私も実際にね、攻めていこうかなと思うんですけど、今回の場合も 100% 取れました、ね。まあ、1時間ブーストができるようになってね、サクッと1時間で、時間空いたら、ブーストできるっていう変更になったので、結構ね、こういった回転率が良くて、ブーストしながらね、どんどんサクサク、枯れる戦術っていうのが今後、まあ、主流になってくるんじゃないかなと思うんですけれども、ドズ2もね、今タウンホール8で、どうだろう、壁が結構ね、濡れてないんですけど、他はまあそこそこ育ってきたかなという感じはします。まあ、今、ウィザードがね、6体しか釣れてないんですけれども、少ないウィザードでしっかりサイドカットしていくとか、少ないウィザードを、いかに生き残らせるかっていうのは、マルチだけじゃなくてね、普通の戦術、普通のクラン対戦とかでも、役に立つスキルになってくると思うので、しっかりジャイアントで、ターゲット取って、ウィザードを結構生き残らせるっていうのを念頭にね、あとはさっき言ったように対空砲からヒーラーをなるべく守ってあげて、序盤から中盤にかけて、しっかり、ジャイアントの体力をキープしてあげるっていうのが、重要になってくるんじゃないかなと思います。ちょっとなかなかいいベースがないですね。昨日生放送で結構やってたんですけれども、あれはいいですよ。ドラゴンラッシュはもう本当に安定していて、まあ、作るのに時間がかかるっていうのと、エリクサーの消費が半端ないっていうところを除けばね、非常にいい戦術だと思うんですけれども、ここ行きましょうかね。ここでも、多分ね、ここ 100% は厳しいかな。対空砲が3つね、中心部周りにあって、ここ 100% 厳しいと思うんですけれども、ダークエリクサー1600をね、取りに行きたいと思います。まず対空砲周りの、壁をクエイクによって開けてあげて、ここ壁開くかな?際どいけど、チャレンジしてみます。OK、開けた。ギリギリ開きましたね。ここでジャイアント流し込むんですけど、もう流し込んだらすぐレイジ使っていいです。ここでレイジ使って、で対空砲まで攻撃が届いたかなっていうところでヒーラーを出します。で、ウィザード。ウィザードはなるべくサイドカット要因として、バーバリアンキングを出した時に流れないように出してあげます。おっと、ジャイアントたち流れたな。これでウィザードがちゃんと真ん中に行ってくれれば、バーバリアンキングを盾にしてウィザードたちが攻撃をしてくれれば、まあ、真ん中のダークエリクサーは取れるかなといったところで、結構ねジャイアントからバーバリアンキングにね、ヒーラーのターゲット移ることあるんですけれども、これはこれでいいのかなという気がしますね。ヒーラー2体でもね結構回復してくれるんで、そのクラン対戦で全開を狙う戦術とはまた違うのでね、マルチはなんで、結構これでもありなのかなという気がします。やっぱヒーラーっていうユニット自体がね、そもそも性能としては強いので、対空砲からしっかり守ってあげさえすればね、かなりの、回復量で終盤までね活躍してくれるユニットです。これで今 60% で、まあ、70% でリーグマックスもらえるので、ウィザードがしっかり生き残ってますね。落ちたのを確認して、フィストを使ってバーバリアン召喚。これで 70% 到達です。この段階でまだレベルマックスの援軍のねジャイアントが残ってるんですよね。今もヒーラーやられちゃうんですけれども、ここのね回復量がやっぱでかい。
今一旦、体力がチャージされたので、ここからまたさらに生き残るんですよね。まあ、結構最近アップデートが、来てから、あの放置村が少なくなって溜め込んでる村が増えたっていう声がね、結構ありますので、こういったね、溜め込んでる村にも放置村にもどちらにも対応できる戦術っていうのが多分今から、主流となってくる、こう戦術っていうかね、資源狩りの戦術になってくると思いますので、ぜひ皆さんタウンホール8の人はですね、ジャイヒー試してみてはいかがでしょうか。で、私実はタウンホール10のアカウント、ドズルのアカウントでも、ジャイヒーっていうのをずっとやっているので、結構この戦術っていうのはタウンホール8、9、10どのタウンホールレベルでも、使えてくる戦術なんじゃないかなと思ってます。あのタウンホール8の場合はジャンプが使えないので、クエイク4つ使ってダークエリクサーの消費が少し、500かな、ダークエリクサー500使ってしまうんですけれども、まあ、それを含めてもなかなかありなんじゃないかなという戦術なので、ぜひ試してみてくださいということで、今日はね、ジャイヒーの資源狩りの、紹介でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。